進めれんやんけ。はいよ。はい、どうも皆さんこんばんは。こんにちは。はい、私たちせーの団子三姉妹でーす。よろしくお願いします。イエーイ。はい、というわけで今回青鬼実況第何回だ、5回かな。雑で5回目過去限りということで、5回か6回でも5回かな、ぐらいかな、ね、5回目ということで、前回はね、結構短めで、今回もね、タルトちゃんとのパスタ勝負ということで、短めに多分ね、もう食べようとね、まだ食べよし。ゆっくり食べてね。はずきみたいなスピードでお願いします。マジありえねえということで、はい、ということで今回もね、みかんじゃん操作でいきたいと思います。前回もね、結構進んだんですけども、私とはずきがね、展開が読めなくなってきて、はい、ビビりまくりの状態でございます。はずきはビビらない、主に私がうるさい。あのがね、はい、というわけで今日は抑えてね、頑張って抑えます。連鎖するから。恐怖の連鎖。じゃあみかんちゃん、はい、いきます。いきます。というわけでコンティニューまで3、2、1、レッツゴー。はい、行きましょう。行きましょう。はい、覚えてますか。あれですね、あのフワッティをかわしたとこまで行ってましたっけ。あのペラペラの板の青鬼、あ、違ったっけ、フワッティじゃねえや、普通の青鬼だよ。あ、普通の青鬼を巻いたとこまで行きましたね。うん、そう、まだね、あ、青鬼しか出てきてない。そうね、どこでしょう。じゃあ探索しましょう。適当に入っちゃってください。はい、ここは特に何もなかったはずなんですけど、特に何もなかった。本当に何もなかったよね。ないよ。ないのか。この辺は。じゃあ出まーす。ないので。こっち。行ってみ。ここはまだ何もですね。ただの、すごい。すごいとこですね。こっち。そこは降りれませんね。降りるのは危険だと判断されました。カッコ勝手に。じゃあ上。そうですね。上に行きましょう。こっち。階段。階段。あの、すいません、外に出ます。ちょっと待って待って待って。え、何何何。出ちゃダメ出ちゃダメ。あ、階段か。階段。階段、先生。はい、あの青鬼を巻いて、その部屋入ってみようか。こっち、うん、そうだね、これがあの出てきた後だからね、うん、あ、そうなんだ、うん、ちょっといろいろじゃあ探索してみてください。本当、あ、一回にそのまま直で終わりましたね。まあちょっとじゃあいろいろ探索してみてください、はい、お、サイコロ、イエーイ、サイコロ、え、6が全部6ですね。これ意味あるからね、ちゃんと。まあ、つまりここに入るサイコロ探してきてください。あ、そういうこと、うん、どこにあったっけ。謎解きがありそうな部屋を。謎解き、はい、まあ、うん、とりあえず外出た。外、鍵開けた、開けちゃった。はい、いや、いいよ、はい、ここの部屋に繋がってるわけ。それ外だからね。ごめん、謎解きじゃん。わかんない。もう一回2階に行きましょうや。もう一回 ね、はい、で、さっき入った部屋もう一回入って、うん、はい、そこさ、あの穴から落ちたでしょ。落ちずにとりあえず探索してください。はい、エンターをいろいろしてみて、なんかいろいろ怪しいところ、あ、これ下、お、なんかありますね。なんじゃこの階段。まあ覚えといてください。キノコ、キノコじゃないよ。なんか逆から見たらキノコじゃない。じゃあここの部屋出て、うん、見てない2階のお部屋を、そこのここ2つ、ね、はい、を見てみましょうか。あ、鍵かかってますね。はい、お、うわ、落書きがいっぱいで、やべえ、ここやべえ、どうだ、え、やばい、ここ嫌い、私ここ嫌い、やだ、ちょっとトラウマになりそう。え、マジ。うんで、そこ青色のところちょっと不自然に途切れてますよね。うん、これどかさないかな。そこどかさなくていいです。一番右、右、一番右、はい、あの壁が不自然な時は何を使うんですか。ペン、ペン。何かしたそうとしてる。違いますよ。あのメニューを開いてください。メニュー、メニュー。メニューって何だっけ？あ、アイテム。セーブしとこっか。うん、セーブしとこっか。はい。で、アイテムでほら、壁が不自然な時って何使ってた？あれだよ、あれ。あれだよ。普段から、普段、まあ、何使ってた？ライター、ライター。違うよ。何で削ってた？え？ドライバー。持ってください。過去4回やれって。え？あ、皿？そうね。そう。で、じゃあミカちゃん先に言っとくね。皿の破片削って出てくる。扉が出てきます。奥に入ったら青鬼。まあまあまあ青鬼フラグなので、とりあえず即隠れてください。逃げるやろ？逃げず、まあまあ。隠れるとこあったっけ？奥にあるんだわ。クローゼットが。出れば？あ、そう。とりあえず。はい、入って。で、まだまだまだ。
扉の音がするはず。そのうちアイテム拾ったらやっけ。あ、一応アイテム拾っとく。じゃあここに隠れればいい。そういうことする。あ、来た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 。もうかもか。よいしょよいしょよいしょ。え、見えてないし。やばいね。まだ結構長いな。あ、おじゃる、おじゃる、ヨッキー、おじゃる、ヨッキー、え、どうぞ早く早く。もういいじゃん。え、なんだこれ、これこれこれまずき、これがトラブルなんだよね。え、これクラ、はい、アイテム取ってください。え、もう終わった、大丈夫、うん。青にあ、でセーブしとこうね。セーブしよう、セーブしよう。え、あの、さっきの。で、もう一回戻ってください。で、アイテム取りましょう。サイコロを手に入れた。はい、イエイ。さっきのやつが。さっきの部屋に行きましょう。これでもう青鬼に追いかけられることはなかったはずなんですけれども。そうなの？普通の青鬼はもう出てこない気がしなくもない。これからまた新しい出会いがあるよ。こっち？そうね、そっから降りちゃいましょうか。ここ？ズドン。ポコンで、はい、最後はめましょうか。アイテム、アイテム、サイコロ、ただのサイコロ、エンター。そう、はい、これを覚えてください。やはり書く書く便利、便利なホワイトボードで今日使ったやつね。今日使ったやつね。あ、でもペンがない。あれ、漢字のペンがない。ペンがないと書けないよ。ペンがない。これで書いたら消えくらって。消え、大丈夫。ペンがないですね。うん、ペンあっちの辺。積んだ積んだ。ペンがないですね。ペンがないですね。ないですね。まあ、あ、じゃあシャーメン取ろう。シャーメン。まあまあ、最強のデジタル用品シャーメン行きましょう。みかん。シャーメン行きましょう。はい、超現実的。はい、じゃあエンター押して戻りましょう。はい、はい、さてさてさて、このね、あのサイコロなんですけど、どこかどこか同じような、なんかこの6個の並び見覚えありませんかね。行ったよ行ったよ。このあるどこか行った場所にこの並び、はあ、最初ら辺に行ったよ。そんなの最初の方に行った。未だに何か謎が残っているお部屋ありませんか。え、なんか前回さ、謎解きって言わんかった、その部屋入る。これ謎解きの部屋だよねって思ったっけ。じゃあ一番みかんちゃん怪しいと思う部屋行ってください。もう分からん。とりあえず部屋見てったら分かる。じゃあ、大丈夫、うん、多分青いっぱい部屋ありすぎて分かんない。ここ外に行こう。外に行こう。すいません、外に行こうとしない。みかんちゃん脱走が大丈夫。謎解きあります？そんなとこない。ないですよね、うん、そうですね、違いますね。さあ、ここで謎解きをしてください。さあ、この並び、さっきの最後6個あるでしょ、ほら。何かが6個あるでしょ。6個あるでしょ。1、2、ほら。で、そこの近くで、エンターキーをしてください。先に棒を手に入れました。まあ、これは、後々使うアイテムなので、迷う。もう一回、押してください。押せない。あれ押せ、どっか。あ、手前か。ごめんごめん。一番端っこ。一番端っこのところで、あの、こういう端っこ。あ、そうなの。を正面向いて。お、椅子の下にボタンがあります。ボタンを押す。はい。まあ何も起こりませんけど。あれ？一回押すだけじゃ。なんだろう。とりあえずですね。ちょっと待って待って待って。待って待って待って。めっちゃ押すじゃん。この1、2、3、4、5、6の並び。え？もう一回って。ここ1個、2個、3個、4個、5個、6個。さっきシャメ取ったのは、サイコロですよね。サイコロ6個、うん、あれとこれを照らし合わせて、うん、謎解きしてください。スイッチを押そう。は、はい、謎解きしてください。どうでしょうか。同じ並びだよね。ん、消えている部分ありますよね。うん、こっちから順番にその場所のボタンを押してください。こんなん頭で覚えるんや、絶対。で、まず押す。はい。はい、次ここ。押す。次。次ここ。はい。次。はい。次。
で最後ラスト何が起きるの。はい、おい、イエーイ。さあ続く道が開きましたというわけでセーブをしましょう。はい、はい、道が開けたらセーブの法則で、はい、はい、入ります。おい、おい、うわ、またない、またいびき声が、いびき声って何ですか。誰が寝てるの。まあ、住んでくださいよ。どっかに住む。一個しかないですよ。一個しかないですよ。わーいけたすぎる。超うるさいね。めっちゃすごい。でもこれはびっくりすると思う。これは私も来るかなと思いつつ、いや、こんなかったよな、わざと。今回はみかんちゃんが一番でかかった。あ、だってみるみなんかもう分かんない。いや、分かった。みるみは、わーだけど、こっち、キャーだから。甲高いか、のぶといかの違う。そう。うちなんかこんな高い声出すのね、すごいね。珍しい。いや、なんか、あ、疲れた。みかんちゃんがドアを必死にして、うまいことこうすれ違った鬼を、そうまいこと避けようとしたら、アルトロスませとりあえず、逃げに逃げまくって、オッケー。え、どこに逃げればいいか。もう一回ここに戻ってきて外に行って。あ、オッケー。みかちゃんの大好きな外に行ってください。まだこれ電と出てこんから。どこで出てきて進んでちょっと左。あ、出てこないじゃん。あれ？たまたま？たまたま、いやそんな。なんだ。どうじゃな、ほら出てこないよ。あ、ランダムだっけ？ね、ランダムだよこれ。何これ？あ、これも謎解きやだね。謎解き。おい、これアイテムだから取っちゃって。縄。そうね、縄場所です。で、終わり。じゃあカーテンを今、うん、開いたよね。逆に全部閉じてってください。閉じる。カーテンの前に立ってエンターです。ウェイ。三角。なこの出方がさ、鬼っぽくない？かっこいい。最後決まってませんか。かっこ悪い。はい。三角丸。これも四角五角形。五角形。これも何かの法則で数字に変わります。これが。一体どういう風に変わるかということですけど。わかりますか。分かった。3045。はい、OK。え、おお、正解です。角の数です。これは。やった。まあ、それをみかんちゃんが次回までに覚えてられるかどうかですね。ちょっとね、それから写真撮ってきてるんじゃないかな、そのまま。そうね。え、もう次回？いや、もうちょっとかな。まだこれ出て、もしかしたらまたランダムエンカウントで青鬼が出る可能性が、可能性は高い、はい、あるので、まあ、覚悟して出てください。よし。え、来るかな。来るかもしれないし。ピンピンピン。いや、わからんだ。どこ行くので。上、戻ろう。戻って、マジでビビった。あ、上に行くのね。あ、じゃあ左左じゃなかった、右やった。おー、お前来ましたね。セーブしましょう。ごめんもう見えない。ごめんランダムエンカウント出るとはちょっと思いつつ、ごめんなさい。さあ、巻いてて。本当に出たんだけど、本当に出た。どうしよう、怖い。じゃあ、ナンバシゴをかけに行きましょうか。一番右まで行ってください。ここ違うよ。イエスイエス。ここでアイテムを開きましょうか。アイテムを開いて縄ばしごかけました。はい、降りてみてください。おう、やまた。ライターを出してください。はい、やった。で、あー、やだ。大丈夫で、ここは青に出ません。ライター見にくいね。で、歩いて、そこまで鬼畜じゃないから。歩いて、ろうそくを見つけてください。多分部屋の真ん中にあると思います。違いますよ。はい、OK。真ん中でエンター。真ん中でエンター。ろうそくありますね。はい、火をつける。めっちゃ冷静じゃん、この人。はい、で、目の前のこれ、それとドア戻って。これ違いますね。戻っちゃダメです。壁のこれ、それ、エンター。これパズルのピースです。さっきとさ、同じ額縁でしょ。これをパズルのピースを3つ集めて、別の場所のこの額縁に3枚とも入れたら本当に脱出です。むず。じゃあエンターで取ってください。
って、じゃあ出てください。ね、登る？そうね、あのね、今のガチャンでそこの扉が閉まっちゃうんだよね。だから縄はしごがないと、あのピースは取れないわけです。うん、理解できてますか？まあでも縄はしごね、一つ目のピースが手に入ったので、今日はここまでにしましょうか。そうだね。青に 3回会いましたからね。もう十分びっくりしました。イエーイ、みんなはびっくりした？ここが一番びっくりした。多分声、声ごめんね、ごめんね、音量低くしできぬ。お趣旨で許してというわけで、はい、ストレス発散。ストレス発散なの？溜まってない？逆に。はい、ということで第5回青に実況でした。全然実況してないけどね。まあ、全然実況してないけど。短編めっちゃ短い。そうね。今日はあのタルトちゃんとパスタ対決ということで、うん、あのきっとすでに食べ終わってますけど。まだ食べてます。遅い、まだ食べてます。というわけで、あのそろそろ青二時期終わりに近づいてきております。そうなんだ、これが最終回なの？違うんだよ。だからピースを集めたら終わり、ピースを集めたら本当に終わりなので、あと2回もあればできる。あの多分いつ前みたいにクソみたいに長い時間をやってるめっちゃ最初長かったね。2回ぐらいで終わると思います。あの3月までにはね終わると思うから、うん、ね、あの頑張る。私もいろいろ落ち着き、多分葉月もそのうち春休みに入りね、あのみかんちゃんも多分割と出てこれるであろう。みかんいつも出とる。そうなので、あの今回ね、今回から3人集まりやすくなっておりますので、なるだけね早く更新できると思います。というわけで、じゃあ皆さん第6回青鬼実況でまた次回お会いしましょう。というわけで以上、お楽しみに。もうごめんね、こめちゃって。というわけで以上、ミルフィーとみかんと葉月3人合わせて、え、3人合わせて葉月でって言わない、葉月だな。あれ、どうやってやってたっけ。え、私たちだ、そうだ、ごめん、もう一回仕切り直そう。 OK、 はい、それでは以上、ミルフィーとみかんと葉月で、せーの、私たち団子三姉妹。もうなんか間違えた、みかん好きでよ、ちょっとごめん、消防リーグ。ごめん、もう一回いくよ、やばい、もう一回いくよ。昨日のあれ見て、 T の編集が大変になっちゃうから。というわけで以上、ミルフィーとみかんと葉月で、私たち、せーの、団子三姉妹でした。バイバーイ。